はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルやFNSのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていくのもこちらですね、バイトチームコンテスト、イエーイ。こちらなんですが、バイトチームコンテストは5つのウェーブを決められた流れでやっていくものです。ハイスコアを目指すやつですね。クリアの納品数の2倍等をやっていくたんびにね、どん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 難易度が上がっていきますということでやっていきましょう。これってさあ、野良でも行けるようになってんだ。あ、やったー。前回ね、野良でも行け、入ってる人がいたからさ。もしかしてって思ったんだけど。あ、そうなのね。行けるようになったんだ。やったー。でもこれ武器選べなくね。あー、毎回武器変わんのはちょっと損な役回りかもしんない。逆に、武器選ばずに入れたりするの。武器選んで入れることもできんのかな。さあ、ということでパーラシェルター、一番不人気。最初満潮です。満潮でここからモグラが出てくるのでね、モグモグしておきましょう。はい、出てくるところを、私が、あー、そっち行っちゃった。はーい。慣れてなさすぎない？バイトチームコンテスト2回ぐらいやってたらわかるぞ、これ。完全固定だからね、初手でモグラが来るのが分かりきってるはずなのに、この動きはね、完全知らない人ですね、これ。初だな。大物の出現位置は完全固定なんでね、まあ、それはしょうがねえか。楽しんでいきましょう。私もね、言うほどハイスコア目指してないですし、私は現在ね、これを取れたらいいんだ。そう、もう前回でね、やることはやった感はある。なぜって私は今、やべえぐらい死んでるからだよ。本体が。本体がやべえぐらいボッコボコにやられてくからだよ。わかりやすいね。ウェイ、ナイス。まあ現在はね、昨日と比べて熱は少々下がり 37.8 度。死にそうなのは変わりございませんね。はーい。なので、皆さんもね、病気には気をつけようね。休みがね、僕はこれで完全に潰れてますからね。悲しいことで。ちなみにバレスピだったら本体狙いでそのままぶち抜けますよ。まあ、ぶち抜ければちょっと言い方が違うか。やっべ、足りてないよ、1個。あいつ死んだ、あいつが持ってる。ナイス。一応ハイスコア狙ってるから、今回の第1ウェーブ最高個数はこちらの21個が最高です。第1ウェーブは固定です。さあ第2ウェーブからずれます。第2ウェーブは運び屋、通常ウェーブの運び屋です。なので、パラシェルターの私はどちらかというと雑魚処理&納品係をやるべきですね。その他の人たち頑張って。周りの人たちがやってくれたものを私はそこら辺でバンバカもらうだけです。はーい、おいしい、おいしいかも。失礼、アル中カラカラが出てしまいました。さあということで、現在意識が朦朧としてはいないんですけれども、してほしいぐらいなんか熱が高い僕です。持ってかないでそれ、私の大事な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 ものです。あらまあ、そこにいたよー、ありがとう。だけど人が死んでしまった。おーよ、これに通じていきます。キャンピングシェルターみたいな動き方できるよね。さあちなみに普通にやってると納品の2倍取ることは普通にできるものですが、あとはどれぐらい落としてくれるかっていうところにかかってますね。あ、これいらない。持ってくか。ああ、上だけやったわ。ちょっとあれ壊しに行こうか。はい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 、2倍どころの話じゃねえな。 1.5 倍クリアだけじゃん。36は夢のまた夢だ。あっ、さあ2倍クリアできず、 1.5 倍クリア。
1.5 倍クリアは危険度が30上がります。2倍クリアで60ですね。さあ次はこちらだよ。分かってない人が多そうなのであえてカモンをしときます。みんな分かってるはずだけどね。初手モグラが分かってない人が初心者っぽかったので一応はね警告しておきます。ないよ。いって。パサパーズ。そのまま救出してこい。うめえ。ナイスショット。そうだと思ったけど、普通にミスってんじゃねえか。おいーやっ。さあ、納品はここは普通に足ります。だから、あそこは私はどうもしようがねえから、誰か落としに行って。バケスロか、バケスロかね、あいつあたりがいいんだよね。マニューバーあたりか。はーい、過ぎます。ドリトル橋本だし、はーい、納品は足りそうだね。あ、やべ、イタロールで綺麗に吸い込まれてったのか。はーい、巨大ありがとう。はーい、よっと、あら、よっと、あーっと、あーれ、まっ、いやー、やってしまいましたね。まあしょうがない。今回もハイスコアもなく、ただ5ウェーブクリアすればいいぐらいの真ん中ワンニャガーやってるぐらいだからね。さあ次もだよ。はい、カモン、来いよ。明らかに一人気遅れてるよね。これわざとじゃないよな、絶対。多分本当に初めてっぽいね。初めてじゃなかったらこんな動き方しねえもんな。てかさ、マジで何も考えずキャノン入るじゃん。パラシェルターはまあドスコイ相手じゃそんな強くないぞこいつ言うて。はい、ダメブ、やってくれー。やりづらいんだー、そいつは本当にやりづらいんだー。あっ、動きづらいパラシェルターをこちら側に回すとは何事か。やるけどさ、キャノンの2人がめちゃくちゃうめえからやるけどさ。ガードブレイク、鉄球はよ出てこーい。鉄球出たっけ、ここなんか出た気がするな、こいつ。もう僕もね、前回が適当すぎてね。あ、寄せます。寄せるけどついでに持ってこうぜ。はーい、よっと、いいよいいよ、モグラなんて処理しなくても爆弾で処理するから。あいつはあいつに任せよっか。あー、うまっ、ナイス、ありがとう、助かった、めちゃくちゃ助かった。マジで鉄球出てこなかったっけ、マジか。あー、ナイス、ノルマ 1.5 倍クリア。ノルマが低いだけですけどね、これ危険度アップ180。最後の最後に元に戻ってきたかな。最後は通常ウェイブ、通常仕様。わーい、トリトルが1個残ってます。さあこっちだよ。とりあえずあのなんかトマトさんがね、完全初心者っぽいんだよ。動き方が敵側のね、配置を全くもって分かってない動きしてるから、その人のためにね、カモンとかはちょっと多めにしといた方がいい。まあ別にそれは悪いことじゃなくてね、僕も最初の方は初心者だったんで、そう、初心者は悪くはない。初心者のことを非難はしてあげないであげて。さあ、僕も初心者なんでね、非難されると凹みますし。やべ。ああ、よく逃げた、よく逃げた。もうこれはいいよ。逃げて、逃げて。いいよ。モグラー、ナイスー。
モグラのイントネーションおかしくなかった。マドラーとかと一緒のやつだったよ。うまい。なんかイクラがふわふわ浮いてる。立てこもり翡翠ヌメルゴン専用技。あ、ひでえことになっとる。カラシルターでよかった。先にパージしといてよかった。マジでウェーク。うまい。めちゃうまじゃん。ファニータンク。とりあえず納品は足りてる。どうしよっか。ここはどうせ人が落ちていないことを念頭に、適当打ち。ナイス。とりあえず生き残り重視です。立っとくだけ、何もしない。怖、それ怖。あれ、ハイスコア更新。なんでハイスコアを狙ってないと言ったはずなのにハイスコアが更新されてる。前のハイスコアが低かったのか、今回がちょっとうまくいったのか。多分あそこのキャノンの部分がうまくいったんだろうね。確かにあそこはいい流れだった。おー、トマトさんがね、初心者っぽい動きをしながらもすげー、そう、納品してくれてるね。まあでも納品数多い人はね、第2ウェーブ、第2じゃねえわ、第3ウェーブのところでね、キャノンじゃなくて納品係やってる人が多いから、そう、それはしょうがないっていう、しょうがないっていうか、まあそういうものです。偏りは出ます、必ず。さあ、同じ人と続きます。野良でできるようになったんだ。なんだ、わざわざバイトチームコンテストでやる必要なかったんじゃん。武器変わんねえんじゃん。まあ変わんねえ方がいいけどさ。はい、引き寄せまーす。はい、近い方が納品しやすいだろ。まあ別に大丈夫からここまで気使う必要はないんだけどさ、モグラの処理早い方がみんな安心するじゃん。あとマジで第一ウェーブここ敵来ねえから塗られないんだよ。よいしょ、ほーらしょ、うまい。はい、ほい、今のいい音してこーい。さあ、ここでコウモリ2体が登場。うまい、うまい。いいよ。あそこに来るのはダイバー、カッタッパー。はい、あー、ダブった。ダブりかけにじゃねえか。はーい、行ってきます。おい、よっと、うまい。はい、これでナイス、納品マックスです。あとは好き勝手塗りましょう。今回のこの第1ウェーブはこれがマックスです。どんだけ頑張ってもあがいても塗れません。塗れるじゃねえ、盛ることができないからね、数値を。だからやれる限り塗ります。いろんなね、ところをマジで塗って塗って塗りたくります。さあ、危険ダップ120。さあ、次は通常ウェーブ第4か、さっきのキャノンは第3じゃねえわ。さあ、あとは回収、ここに2倍出したいな。これさ、来る流れもさ、固定化されてんのかな。結構僕遊撃部隊としてガンガン動いちゃってるんだよな。うまい。おい、ここら辺あんまり。なんで虚空から出てきてんだよこいつ。うまい。それで一個も取られてないのはマジで偉い。
うおー、なんつーとこから虚空から異次元判定で取ってくだ。えい、よいしょ、届かない、届かない、ポッポッポッ。これボム投げと同じ判定があるから即イカロールできるんだな、なんか不思議。うまい、はーじ、はい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 、脳筋の2倍クリアができている、私は落ちている。7777 今回47、イエーイ。さあ満潮です、カモンベイベー、早く塗りましょう。バーシ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 、取りまーす。おお、ナイス、ほいほいほい、狭い、よし、ナイス打ち下ろし。その叩きつけは私無理だわ、ごめん、助けて、ありがとう。やべ、奥の方も味方今落ちてんな、届いてね、帰ろう、ダメか、あれどうする、マジで、OK、耐えた耐えたけど、あれなんだ、やべえよ、ここ OK、 爆弾を巻き込むってやっぱ強えな、私狙いか。ヘビは私一人じゃ対応、おー、うんめー、そのホットマンめちゃくちゃ綺麗に私勝ってくんじゃん、やべえ、耐えるこれ、ニャンプ、何語、ニャンプ、あー、変な位置打った、まあいいや、勝てたならそれでよし、勝てたならそれでいいであろう。さあ再びです、はーい、レッツラゴー、カモンカモン、先ほどと同じ流れでいいか、さっきが調子良かったから、キャノンベイベー要員がどんどん投げろ、どんどん投げろ、はーい、よっと、はい、よっと、はい、よっと、はい、よっと、うんめ、マジかよ、うん、まっ、なんであんなに綺麗に鍋蓋落とせるの、おかしいよな、あっせいって誰も見向きしなくなりやがった、攻撃判定からは綺麗にかわそうと思ってたが、さすがに無理なもんは無理だ、はい、やっべ、一人落ちたな今、キャノン用意、 OK、 ナイス、いい復帰、君には活躍してもらうには困るのでの、いいよ、納金数の量の倍は取れ、 1.5 倍取れるかな、取れねえか、
よー、あと1個ぐらいやったか。まあしょうがない、これはしょうがねえとしましょう。さあラスト、さっきは使えなかったトリプルトルネードどこかで使いたいね。必要あんまり必要と感じない場面でもバカスカ打っていいと思う。さあダイバー、いいよ、よいしょ、ウェイ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 、チャージ、あいつやりに行ってな。あ、行ってるわ、誰か行って、はい、とりあえずこう見えて寄せて、はい、カモン、はーい、あんまりこの連続攻撃してやるやつじゃなくてボムスタンをうまく使ってやりたいもんなんだけどね。あれをミスった時のねえ、ちょっとミスった時のアウトの時の幅が大きいからさ、やっべー、危ねえ、うわ、雨クラッシュはちょっと危険かな、ダメージ今持ってるし、ほい、お前には取らせない、いるし、なんか、これに便乗して決め、とりあえず、トップ、いいんじゃない、うまい、あそこのタワーに向かって使うのが正解か。まあとりあえず生き残れてよかった、マジで。あの盤面死んでたらマジ危なかった。おー165、最後の最後にいい数値、僕としてはいい数字、まあ他の方からすればどうかは分かりませんが、僕としてはまあハイスコアとして 50% 切れたぐらいいったんじゃないかなってぐらい、うん、まあ 50% 切りを今回目標としてるぐらいだから、まあそんぐらいでいいでしょう。ナイス勝利でした。でナイス、はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。バイトチームコンテスト、チャンネルに参加しなくても普通にできるようになってたんですね。いやー、任天堂は分かってくれてるぜ、任天堂はよー。ねえ、別の動画のね、マッチの方では理不尽にね、通信エラーで負け判定食らって、任天堂がよーって言ってたけど、今回は別の意味で任天堂がよーですね、やったぜ。いやー、どちらもね、いい感じに改善してくれると嬉しいよね。うん。そういう感じです。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。